はい、どうもこんにちは。今ね、掃除してます。どこの掃除かっていうと、ここ倉庫です。すんごく広い倉庫です。はい、こんな感じでね、はい、掃除してます。まあ、実家にある倉庫なんですけど、ほんと汚くて、動画で見せると、ラジコンしてる時の動画だけど、こんな感じだった。やばかったでしょ。で、フォークリフト、あそこにあるフォークリフトも、あんなんじゃなかったんですよ。ここもね、こんな感じで、おっきいものがあって、やばかったんですよね。でも、まだまだ汚いんだけど、まだ綺麗になった。こんだけ広くなった。もうこんだけ広かったらね、ラジコンサーキットとかもできるし、それだけじゃなくていろいろとできそうなんでね、汚い状態で放置しておくのはね、もったいないと判断して、こんな感じにしましたね。とりあえずは。まだ綺麗だね。砂ぼこりもここ床の方を見てもらうとわかるんですけど、やばい。今もまだやばいけど、まだマシになった。掃除したから。本当にこんだけあったんだよ。こんだけ砂ぼこりがあったの。これも掃き掃除しなきゃいけないんだけど、もう元こんな感じだったから。で、このコッパとかもあっちにあったからね。で、パレットも全部立てて、掃除機でやってこれ吸えるかなって思ったら、全く吸えなかったね。こんな感じですよ。もう本当に大変だった。砂ぼこりがブワー舞うから、ほうきにね、水をつけて、ブワーって吐いてって、ようやくここまで持ってけたんだけど、まだまだ埃が残ってる。こんな感じですね。この辺もね、きれいにすればね、車入れるんで、あっちの奥の方に行けば、奥の方で動画撮ったりもできるし、何だって使えるよね、ここね。すごくいいスペースです。はい、もっといらないものを全部片付けて、やりたいですね。はい。ちなみに、この木材、バッて置いてあるやつ、全部、あっこにありました。あっこにありました。この辺ずーっと並んでる。このコッパとかもどうしようかなって思ってる、今。まだまだだね。本当に。でも、まだまだだけど、途方に暮れそうだけど、やらなきゃダメだね。頑張ろう。もう今日は終わりです。はい。やるなら明日からまたやろうかな。こっちがね、終わったらね、次、あそこやります。あそこ。ものすごい汚いね。ほんと。ここもだけど、こっちもやりたいんだよね。こっちも。整理して、工具とか、いろんなものを置けるようにしたい。ほんといらないもんばっかだから、ここ。ほんとにいらないもんばっかだから。俺今乱雑にこうやって物を置いてあるけど、乱雑じゃなくてちょっと固めたいね。一箇所に。だね。もういらないもんばっか、ほんと。捨てていいもん捨てちゃい、捨てた、えっと、捨てちゃいたいね。まあ、こんな感じです。では、またね。バイバイ。